皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はですね、ちょっと、至急ミニトピック的にやりたいと思います。何かというと、今日という日ですね、これはビートルズファンはおそらくピンとくる日じゃないでしょうか。2月9日というのは1964年、58年前の今日ですね、ビートルズはエド・サリバン賞に初めて出演したわけですね。で、それによってアメリカ、まあ、世界と言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、間違いなくアメリカはその一瞬にして、一夜にして、音楽の歴史、まあ、もっと言うと若者の歴史が変わってしまったわけですね。まあ、どれほどの衝撃だったかというのはもうすでに多くの人が語ってますので、それをね、ここで検証してももう時間がないのでやめますが、僕はですね、このエド・サリバン賞っていうのを当然見たわけではないわけですね。当時ね、後になって知るわけですね。で、後になって知ってですね、まあ、つくづく結果論としてですよ、もちろん思ったことはですね、ビートルズがここまで大熱狂してアメリカで受け入れられたという事実はですね、きっと彼らが抱きしめたいを作ったからなんだなっていうふうに思ってました。今でもそう思います。まあ、イギリスではですね、とっくの昔に She Loves You とか Please Please Me とか From Me to You とかですね、もう大ブレイクしてるわけですよね。まあ、She Loves You に至っては過去最高の売り上げですからね、もうイギリスで。で、ヨーロッパの方でももうどんどん火がつき始まってたわけですね。でもアメリカはなかなか火がつかなかったわけですよね。で、まあ、エド・サリバン賞に出演すると予定はあったものの、まあ、行くまでですね、ビートルズだってそう簡単にヒットはしないだろうと思って行ったということですよね。で、まあ、行く前にですね、直前に抱きしめたいがアメリカで1位になっていたと。で、1位になっていて何が起きていたかというと、もう蜂の巣をつついたような状態になっていたわけですね。ラジオステーションはもう抱きしめたいを年がら年中かけてると、本当に一日中かけてると。まあ、でも今までなかったような、なんだこれは、何なんだこの興奮はという状況で、若い連中がですね、もう爆発しちゃってたわけですね。行く前に抑えきれなくなってたんですよね。ただ単に音楽を聴いていいなあ、これいい曲だな、ちょっとじゃあテレビでやるなら見てみようとかじゃなくて、もうあまりにも自分の中に爆発するエネルギーがみんなの中に生まれて、もうとにかくビートルズを知りたいと、ビートルズの音楽を聴きたいと、もっと聴かせてくれというような、まあ、集団的な、まあ、ヒステリック状況っていうんでしょうかね、そういうのに陥ってしまったわけですよね。おそらくイギリスとは違って抱きしめたいだからこそアメリカにそれが生まれたんじゃないかなって僕は思いますね。おそらくアメリカのそのもともとね、やっぱりロックンロールとかブルースのある土壌ですから、イギリス的なこうやっぱり綺麗なメロディーではなくて、直接的な訴えを持ったですね、そのリズム感があって、もう絶叫するメロディーがあって、だけど綺麗なコーラスがあるっていうんでしょうかね、全部が整った一曲がその瞬間に生まれていたことで、ビートルズの魅力が 100% 入ったような曲ですよね。それがまあすごいタイミングでね、大ヒットしていたわけですね。まあ、おそらく抱きしめたいの方が世界的に見ればですね、全世界の若者の心に一気にね、エネルギーの火をつけたというか、そんなことになったんじゃないでしょうか。まあ、それがアメリカでも起きたっていうことなんでしょうね、きっと。そういうふうに僕は思ってしまいますね。抱きしめたいイコールアメリカであって、抱きしめたいイコールエド・サリバン賞みたいな感覚で今でも僕はいますね。まあ、もちろん経験はしてないので後付けの情報ですけどね。まあ、これによって本当に多くのミュージシャンが登場したわけですよね。まあ、ビリー・ジョエルとか、まあ、トム・ペティもそうですね。それから、キスのジン・シモンズやポール・スタンレー、エアロスミスのジョー・ペリー、ブルース・スプリングスティーン、もう限りないんですよね。多くの人たちがこれを見て
もうミュージシャンになりたいっていうふうに思っちゃったわけですよね。まあ、ジャズの方でもたくさんいますけどね。まあこれを超えるようなね、現象っていうのはもうおそらく絶対にないでしょうね。アメリカ中が一夜にして変わってしまったと。一夜にして文化が変わっちゃったんですよね、若者の文化。でそれはもう世界中に広がっちゃったわけですよ。それで、でそのビートルズもやっぱり神に恵まれたタイミングを持っていて、いろんなヒット曲があったわけですけれども、もうジャストタイミングで抱きしめたいを歌ったということなんじゃないでしょうかね。今になれば抱きしめたいよりも名曲はたくさんあるかもしれないですよ、本当に。でもおそらく抱きしめたいっていう曲は当時生きていたアメリカ人にとっては最高の曲で、永遠のビートルズの曲でしょうね。でそういう日を、やっぱりね、経験できた人たちっていうのがちょっと羨ましいって言えば羨ましいですね。でも一番羨ましいのは本人たちですよね。そんな歴史の真ん中にいたわけですよね。それこそ台風の目の真ん中にいたわけですよね。そういう歴史を作ったということなんだと思うんですよね。それが抱きしめたいっていう曲だったのかなっていうふうに個人的には思っております。ただの感想でした。失礼します。